どうも、ガキチャンネルです。今回の動画では、日本国内で誰でも飼育することができる巨大リクガメを5種類紹介していきたいと思います。このチャンネルでは、リクガメの日常動画や飼育方法の解説動画などを投稿していますので、リクガメに癒されたい方や、これからリクガメを飼いたいけど不安だなという方は、見逃さないように今すぐチャンネル登録の方をよろしくお願いします。今回は日本でも飼育できる巨大リクガメ5選ということで、飼育の難しさ、大変さに関係なく、とりあえずでかいというリクガメについて紹介していきたいと思います。誰でも飼育できる種類のみの紹介にしたいので、世界最大の種類とされるガラパゴスゾウガメは国際条約により厳しく保護されていることから、今回の紹介では省きたいと思います。ガラパゴスゾウガメを実際に生で見たいという方は、日本では東京の上野動物園と静岡の伊豆でのみ飼育されているので、ぜひ足を運んでみてください。ということで早速紹介していきましょう。まず1種類目はヒョウモンガメです。ヒョウモンガメはアフリカ大陸の東南部の乾燥した草原やサバンナに生息するリクガメで、日本でもよく流通しているため、2万円から3万円くらいの低価格で飼育できるポピュラーなリクガメです。乾燥した草原に生息していますが、極端な乾燥は嫌いなため、湿度は50から 70% くらいに維持するのがいいみたいです。名前の通り甲羅はヒョウモン柄で、草原では保護色の役割を果たしています。ベビーの頃はこのように綺麗なヒョウモン柄で小さくて可愛いのですが、成長すると最大高長が70センチにもなる、今回紹介する中で3番目に大きいリクガメです。生息地によって一般的にナミビアヒョウモンとバブコックヒョウモンの2種に分けられます。バブコックヒョウモンの方が甲羅がドーム状に盛り上がっていて、足には黒い斑点がないというのが特徴です。繁殖期にはオス同士が体当たりをして相手をひっくり返したりして激しく争うのが特徴で、お目当てのメスを見つけるとメスにも体当たりしてメスが動かなくなると鳴き声を上げながら交尾をします。激しいですね。成長したヒョウモンガメはとても丈夫で飼育しやすいのですが、ベビーの頃は温度や湿度の変化に弱く、すぐに体調を崩してしまうため、夜であっても温度は30度、湿度は 50% くらいを維持することを心がけましょう。2種類目はエミスムツアシガメです。別名でセマルムツアシガメとも呼ばれています。実はこのリクガメは過去にこちらの動画で紹介しています。エミスムツアシガメはアジア最大のリクガメで、高長は50から60センチにもなります。マレーシアやミャンマー、インドネシアに至るまで東南アジアに幅広く生息しています。そのためスマトラムツアシとビルマムツアシの2亜種に分類され、インドネシアのスマトラ島周辺に生息するスマトラムツアシの方が最大高長が小さく、お腹側の胸甲板と呼ばれる部分が中央で接していないのが特徴とされています。ムツアシガメという名前は後ろ足と尻尾との間に大きな突起を持っていて、後ろ足が4本に見えることからムツアシガメと呼ばれているそうです。実際には全く足に見えませんが、野生下では熱帯雨林に生息しているため高温帯質の環境を好んでいて、浅い水中に潜ることもあります。またメスは産卵後に卵の上に塚を作ることで知られていて、飼育下では塚を作った上にまた卵を産んで、その上にまた塚を作ってを繰り返し、最大で高さが30センチになった例もあるそうです。ただこのリクガメですが、巨大になることもそうなんですが、高い湿度を維持する必要もあるため、かなり飼育は難しいと思われます。さらに入荷するほとんどが WC 個体であるため、お腹に大量の寄生虫がいて体調を崩している場合が多いそうです。もし飼育したい場合は、ちゃんと生息地に合わせた飼育環境を作り、しっかりと駆除をすることが大切です。3種類目はキアシガメです。キアシガメは自然下では高長80センチにもなる南米大陸最大のリクガメです。飼育下では50から60センチになります。コロンビア、ブラジル、ベネズエラなどのタウリンに生息しているため、飼育する際には先ほどのエミスムツアシガメと同様に高い湿度を維持する必要があります。見た目は名前の通り、前足に黄色っぽい斑点があり、甲羅の色も明るめで、ベビーの頃は特に黄色い斑点が多く見られます。基本的には一般的なリクガメと同様に植物や果実などを食べていますが、時には昆虫や動物の死肉などを食べることもある雑食系のリクガメです。ヒアシガメと同じように南米大陸のタウリンに生息し、見た目も似ているアカアシガメの方が流通量も多いため、2万円から3万円で飼育できるのに対して、このキアシガメはあまり日本には流通していないため、5万円から6万円と少しお値段も高めになります。4種類目はケズメリクガメです。ケズメリクガメもヒョウモンガメと同じくアフリカ大陸の中央部に生息する巨大リクガメで、アフリカ大陸の最大種になります。高長は60から70センチで、80センチ近くになるものもいます。今回紹介する中では2番目に大きなリクガメです。亜種ではないですが、生息地によって大きく分けて2つのタイプがあり、甲羅が色白でコブが出にくいモロッコタイプと、色黒でコブが出やすいガーナタイプがいます。後ろ足と尻尾の間にはケズメ状の突起があり、
これが名前の由来になっています。また繁殖もヒョウモンガメと同様で、メスに体当たりして動かなくなると鳴き声を上げながら交尾をします。また最近では三重県の志摩マリンランドの赤ちゃんケズメリクガメがメロンパンみたいで可愛いと話題になったことで知った方もいるかもしれません。ケズメリクガメも日本でよく流通しているため、5センチほどのベビーが2万円から3万円ほどでよく販売されています。しかしヒョウモンガメと比較するとケズメリクガメは成長がとても早く、1年でケージでは飼育できないレベルになることもあるので、気軽に購入することはお勧めできません。ニュースで巨大リクガメを街中で散歩しているおじさんが特集されていたら、大体このケズメリクガメです。大人になっても亀に乗って散歩してみたいという夢を捨てきれないピーターパン症候群のあなたは、このケズメリクガメを飼育してみてはいかがでしょうか。最後がアルダブラゾウガメです。実はゾウガメは一般の方でも飼育することができるんです。このアルダブラゾウガメは世界最大のリクガメであるガラパゴスゾウガメに次ぐ巨大リクガメで、飼育することができるリクガメの中では最大種になります。包丁はだいたい100センチほどで、最大で140センチ近くになるものもいます。大きさだけでなく寿命もリクガメ界トップクラスで、なんと150年にもなります。何世代にもわたって飼育する必要がありますね。現在は世界遺産になっているアルダブラ環礁を含むセーシェル諸島のみに生息しています。もともとはもっと広範囲に生息していましたが、食用や油用、剥製目的などで乱獲されてしまったため、セーシェル諸島以外のゾウガメは絶滅してしまっています。アルダブラゾウガメは現在セーシェル諸島に約10万頭いるとされていますが、分布がそこのみで限定的であるため、災害や感染症などでの絶滅が懸念されています。このセーシェル諸島は高温多湿な島国であるため、同様な環境を構築する必要がありますが、成長してからはかなり丈夫な種類であるため飼育が簡単みたいです。しかし繁殖はオス1頭にメス複数のハーレム環境でないと交尾行動を起こさないため難しいとされています。ここまでいろいろとアルダブラゾウガメについて解説してきましたが、やっぱりゾウガメを飼育するのはリカメ飼育者の夢でもあります。ベビーの場合は30万円ほどで入手できるので、ちゃんとした飼育環境を整えられる方はぜひロマンを追い求めてみてはいかがでしょうか。ということで、今回は5種類の飼育可能な巨大リクガメを紹介してきました。この動画を見て巨大リクガメを飼育してみたいなと思った方は、即購入を決めずに成長した後のこともしっかり考えてから飼育をしてください。先ほど紹介したケズメリクガメは2006年に公開された映画小さき勇者たちガメラで幼体児のガメラとして出演していて、そのエンドクレジットにはケズメリクガメを飼育する際には広いスペースときちんとした環境を整える必要があると注意喚起が行われていました。最近では志摩マリンランドのニュースで赤ちゃんケズメリクガメが話題になっていますが、このニュースで興味を持った方もすぐに購入せずによく考えて勉強してから飼育を始めてください。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。それではまた次回の動画で。